ファインモールドは日本の模型メーカーである愛知県豊橋市に本社兼工場が所在するインジェクションキットで主に比較的マイナーな旧日本軍の航空機や軍用車用ドイツ軍の航空機などを製造販売している会社のキャラクターとして社内で飼っている犬ご指揮犬がある社長の鈴木国広は実家は木工業だったが伝説的模型サークル 無限軌道の会の設立に関わるなどの戦車模型式が講じて家業をクビになり金型職人となった経歴を持つ。それだけにキットの再現度や金型技術へのこだわりは強く2004年12月に地元の豊橋市から豊橋の匠に選ばれるなど現代の匠として認定、表彰を受けている。急に本軍の兵器については 実際に使用した元兵士にインタビューを行うなどのこだわりを見せる。その交渉性の高さは製品に同封されている内容の濃い解説書からも伺い知れる。その他、ホワイトメタルを用いたメタルキット第二次世界大戦から現在までの国用機や戦闘艦艇、軍用車両に用いるエッチングパーツやメタル、レジンキャストを用いた アフターマーケットパーツと呼ばれるディテールアップ用の製品についても積極的に製造販売を行っている。またレーザー彫刻機や超微細領域のプラスチック成形技術を駆使した他のメーカーが手をつけない領域のパーツを提供している。また社長が顔見知りの漫画家、鳥山明にデザインを依頼した1、12、ワールドファイターコレクション、スターウォーズシリーズの X ウィングや、 ミレニアムファルコン、宮崎駿監督作品のクレナイの豚に出てくる、サボイヤ S21、押井守監督作品のスカイクローラの3、カオリマーク B といったキャラクター関連キットの製造も行っている。特に、スターウォーズシリーズは、スケールモデルメーカーならではの交渉性の高いアイテムが多いが、ミレニアムファルコンのように、メーカーの独自解釈からか、 プロポーションがオリジナルのプロップと異なってしまったものも見受けられる。本来、同シリーズはルーカスフィルムとの契約で日本国内の販売に限られていたが、個人輸入などで日本国外へ出回ったキットがドイツでモデルデスヤーレスを受賞してしまったという逸話もある。2014年10月以降、ファインモールド製のスターウォーズシリーズはすべて生産終了となった。かつては、 長谷川経由で商品が流通していたが、後に独立した流通経路を確立している。タミヤのキットにファインモールド製の兵士のパーツが入っている商品もある。ほとんどのメーカーでは、組み立て説明書に半日ページ程度の解説文を載せる程度で、それすらない場合もある。判権に関して厳しい宮崎駿監督が、兵器の交渉やメカニズムに強い、関わりを見せる。 ファインモールドの社長に共感し、唯一プラモデル化を認めたことが有名。ありがとうございます。